王立ブロンプトン病院ブロンプトンカクテル、またはブロンプトンミクスチャーは末期がんの痛みを止めるためのモルヒネやアルコールを配合したカクテルのことである。イギリスの王立ブロンプトン病院で開発されたため、この名があり、処方にはいくつかの種類がある。1950年代に処方が公表され、1960年代から1970年代にかけて、 欧米で広く使われるようになり、日本でも1978年に導入された。しかしその後、モルヒネ単独の水溶液の方が効果があること、カクテルを作る際に不純物が増えることなどから次第に推奨されなくなった。また、このカクテルとは違った、処方のモルヒネ水溶液を痛み止めに使う医療機関もある。 セントクリストファーホスピスブロンプトンカクテルの名前は、イギリスの王立ブロンプトン病院で長期にわたって開発されたことに由来している。麻薬性複合鎮痛剤の一種で、元々は1896年、ロンドンキャンサーホスピタルの外科医長、ハーバートスノーが末期がん患者に、モルヒネと少量のコカインの混合液を服用させたところ、効果が認められたという報告に始まる。 1930年代には、王立ブロンプトン病院をはじめ、多くのイギリス国内の病院で、開胸手術後や、結核の咳の痛みに、モルヒネと少量のコカイン、防腐目的のアルコールとクロロフォルム水、モルヒネの苦味を消す目的のシロップの混合液が処方され、1952年には、この処方が公表された。処方の中にはヘロインを配合するものもあった。また、 1967年にセント・クリストファーズ・ホスピスを設立したイギリス人医師シシリー・ソンダースもこのカクテルを末期がんの痛みを抑えるために用いた。ソンダースの処方はネベンテス、または塩酸モルヒネ液、塩酸コカイン、チンキ、またはカンナビス、ジン、シロップ、クロロフォルーム水である。処方は数種類発表されている。 1960年代後半から1970年代初頭にかけてブロンプトンカクテルは欧米で使用が広まり、1973年にイギリス薬局法が激痛緩和治療のための万能薬として承認し、公式処方臭に収載された。死ぬ瞬間の著者でターミナルケアの提唱者であるエリザベス・キューブラーロスもこのカクテルを推奨している。 アベンジドセブンホールドの曲に、このカクテルのことを歌ったブロンプトンカクテルという曲がある。苦痛の中にある患者が死を覚悟し、せめて苦しみながらでなく穏やかに死にたい。そのためにブロンプトンカクテルを飲みたいという内容である。1976年、東京都清瀬市にある、現在の国立病院機構東京病院の内科医、中島美智子が日本で初めて、 ブロンプトンカクテルを末期癌の痛みの緩和のために取り入れ、その処方を確立した。1978年の学会での発表後、この処方が東京病院方式として全国に広がった。しかし現在日本では、ブロンプトンカクテルは末期癌の痛み緩和には推奨されていない。モルヒネ単独の水溶液の方が鎮痛効果が高いこと。 カクテルを増量させる時点で不要な成分も増えるため、眠気や他の副作用を増加させてしまうからというのが主な理由である。また1979年、ロナルド・メルザックラも、モルヒネ単独の蛍光投与の場合と、ブロンプトンカクテルを服用した場合との鎮痛効果に差がないことを発表し、このためブロンプトンカクテルの使用が減少した。5ラム入りの瓶に入った。 モルヒネブロンプトンカクテルに準じたものに塩酸モルヒネ水溶液がある。モルヒネ、コカイン、アルコール、シロップ及びクロロフォルムを加えるが、コカインは鎮痛効果に関係しないこと、アルコール味を嫌がる人もいることから、モルヒネの単独水溶液が使用されるようになっている。処方例一全量リ 60ml。ドウ酒はイサム味強臭、または防腐目的である。 また、タンシロップは苦味を抑えるために配合する。処方例に以上に水を加えて1 0トルとする。これを6時間ごとに服用。ただし、この処方では1週間ほど経つと細菌により濁りが出るため、98%エタノールを2 0トルにつき1 5トルの割合で添加する必要がある。こうすると3週間は変化せずにそのまま持つ。 塩酸モルヒネ水溶液は速効性があり、基本的に4時間ごとで5回の服用だが、1日4回でもほとんどの場合は痛みを抑えることが可能である。患者の好みによってレモンやワインなどで味付けもできるし、味付けをせずに塩酸モルヒネ服用後に好きな味の飲み物を飲むこともできる。投与量はあくまで痛みの度合いに沿った分量であり、 かつて決められていた1日あたり6 0ラムという極量にこだわる必要はない。痛みがひどい場合には1回分またはその半量を臨時で服用する。15分経てば効果が現れ30分の間隔を置けば次の分を臨時使用することも可能である。また1日の回数を決めてしまうとその回数に縛られがちになるため1日何回でも使用が 可能であることを指示する必要がある。もっとも、あまりに回数が多い場合は、モルヒネそのものの1日あたりの量が不足していないか、あるいはモルヒネの効きにくい痛みではないかということも考えられるので、患者の様子を見ながら、モルヒネを増量するなり、薬剤変更の検討なりがなされなければならない。モルヒネ用の注射器風では、鎮痛剤の蛍光投与を進めている。モルヒネの血中濃度は、 頭痛域、指摘濃度、中毒域の3つに分けられるが、注射でのモルヒネ投与の場合は、一度に投与する分量が多いため、指摘濃度を突き抜けて中毒域にまで達していた。そのため副作用がかなり強く、その後血中濃度が下がると、痛みがぶり返し、また注射、そしてまた副作用という悪循環だった。傾向での投与の場合は、 コンスタントに服用することによって、モルヒネを指摘濃度内に長時間保つことができる。この状態を保つのに、最適な投与の間隔は4時間ごと、1日6回服用で、これが、今の癌の痛みの緩和治療の基礎になっているが、実際は、モルヒネの水溶液の場合でも、起床時、昼、夕方、寝る前の4回で十分であるし、硫酸モルヒネ除法上ならば、 一日二回から三回の服用でも大丈夫な場合もある。副作用としては、便秘、吐き気、嘔吐、眠気、混乱、呼吸抑制、尿閉、かゆみ、口が乾くなどの症状がある。こういった副作用の克服のために、それぞれの症状に応じた薬での対応が求められる。また、モルヒネを服用することによって耐性がつき、 増量しなければならないのではという声や依存性を心配する声もある。前者の場合は体勢がつくというよりはむしろ痛みが強くなったために増量が行われると考えるべきである。また依存性は精神的なものと身体的なものの2種類があるが、前者は医師の処方のもと正しく服用すればモルヒネに依存してしまうことはない。後者は理由があって、 モルヒネを蛍光で服用できなくなった場合など、薬を中断した時に起こるが、皮下注入などで継続するという方法がある。皮下注射や静脈注射でも、継続して投与していけば、適度な血中濃度を保つことが可能で、蛍光投与以上に、血中濃度が平均したものになる。しかし、口からの服用が可能な場合には、蛍光投与が一番簡単であるため、推奨されている。 フェンタニルの経費吸収剤1979年のメルザックの発表以来、ブロンプトンカクテルの使用は減少し、その後1989年にモルヒネ除包状が発売されて以来様々な形の製剤が登場した。こういった鎮痛剤は患者によって吸収や代謝、排泄などの状況が異なるので、それを見極めた上で、 病態に沿った製剤と投与方法で選ぶことが大事である。風法式がん頭痛治療法では、モルヒネやオキシコドン、フェンタニルを用い、必要に応じて、エンセズや鎮痛補助薬を併用し、蛍光投与が推奨されている。また、神経障害性の痛みは、モルヒネのようなオピオイド系の医療が効きにくいとされて、いたが、一部はオピオイドが功を奏する例があり、 コデインやモルヒネが用いられることもある。また、モルヒネ除法製剤、オキシコドン、フェンタニルパッチも神経障害性頭痛に有効なことがある。フェンタニルは副作用が少ないので使いやすいというメリットがある。他に座薬も出ている。水溶液を作る場合は塩酸モルヒネマツがある。これはシロップに溶かして使う。持続は4時間で効き始めるまでに15分くらい。 最高血中濃度まで30分くらいかかる。他に、レペタンの注射薬は、シロップと混ぜても、蛍光投与できる。レペタンは、眼性の痛みを抑える以外にも使用が許可されている。ただし、レペタンは、モルヒネの作用を阻害するため、モルヒネ製剤と同時には使えない。こういった、モルヒネの働きを邪魔するようなオピオイド系薬品は、喫光性鎮痛薬と呼ばれる。 それ以前にも、イギリス、アメリカで、末期がんの患者にアルコールを飲ませることがあった。末梢神経、中枢神経の損傷、機能異常が原因、または誘因となるような頭痛、体重方針後の神経痛、外傷や手術による神経損傷、脳卒中、多発性硬化症など、ありがとうございます。